えー、皆さんおはようございます。えー、質問がね、結構溜まってきてるからね、<laughs> 順次お答えしていきますんで,で、えー、簡単なことはコメントで返しますけども、まあ、皆さんにね、聞いてもらって参考になりそうなやつは、えー、こうやって動画でね、えー、お答えするようにさせていただいてるわけですけども、あね、最近はあの、僕は毎週木曜日ね、朝8時15分から、公害主体不動産って番組をもう11年もやってんだよね。 で、そういう関係で、えー、そこにね、えー、CFNETS 倉橋高之チャンネルの視聴者ですということで、なんか最近質問に答えてばっかりで、<laughs> 私のね、望んでる経済の話とか、ね、成功哲学みたいなのが入らないみたいなことをね、言われてますけど、まあこれはご邪魔せぜでいいんじゃないのね、幅広くね、あの、まあこの質問を楽しみにしてる人もいるしね、うん、だからぜひね、えー、そこは、 長い目で <laughs> 見ていただけばと思います。えー、これは、ピカピカさんね。うクラン社長、3月に入って、市長始まる。3月からのうん。で、あまりにも有益な情報で、1日、死後のペースで、もう拝聴してますと。質問ですが、現在、85歳の父と、不動産投資と管理会社を経営してますと。100%父が株を所有しておりまして、私が代表、 なんですが、株式の評価のほぼは不動産となりますと。相続発生前に株式の一部、譲渡をしてもらえるよう考えていますが、どのように譲渡すればよいでしょうか。これね、よくやっちゃうんだよね。うーん。これ結構さ、難しい問題なんでしょう。 で、あのー、まず上、譲渡とするとすると、もう親族なんで、えー、もう確実に、その、株の鑑定評価出さなきゃいけないじゃん。で、これ長く、その、やってればやるだけ、純資産増えてると思うんですよ。すと純資産増えてれば増えるほど、その、株価の評価高いわけ。だから、できないことはないけれども、要するに、えー、ちょっと問題が、できるかあ、あの、生じるかなと。うんで、 えまずね、このピカピカさんの家族構成を考えてみたらいいですよ。例えば、そのお父さんのまあ相続が始まった時に、お母さんがいますねと。で、今度お子さんがいますねと。で、ピカピカさんが一人っ子だったら、そのうち全部株こっちに来るわけじゃん。ね、だから、そうだったら相続を待った方が得かもしれない。うんですよ。で、もう一つその、兄弟が何人かいたするじゃん。でそうすると、 おまあ、法定相続分はさ、兄弟に行っちゃうんだよね。で、その兄弟に行っちゃったときに、今度は、ね、そのお、資産管理会社で、まあ、例えば大きな投資するとするんじゃん。そうすると、ね、借り入れがバーン増えるよね。株価下がるじゃん。ね。で、下がった段階で、兄弟から買い取ってもいいし。あともう一つは相続が発生したときに、その、どっちみち純資産価格出てくるから、ね、そしたらその純資産価格で、 ね、あのー、兄弟と交渉して買い取ればいいんですよで。どちらかというと、相続が発生した時に買った方が得かもしれないよ。っていうことなのねで。で、もう一つ。まあ、これすげえ有料級な話になっちゃうけど、あのね、うん、例えば、あ増資をするとき、ね。で、例えばさ、この純資産価学が、ね、要するに、えー、一株、 ねえー、10万円すんじゃんで、それを今度ね、ね、えー、10万円なんだけど、要するに、じゃあ、株式が5万円だったからといって、5万円で増資するんじゃん。どうなるかっていうと、この10万円の評価に対して、要するに5万円で買っちゃったわけ。そうすると、ここでね、えー、この株価について増与が発生する可能性あるのよ。 これ結構知らなくてさ、やっちゃう人いいんですよ。そこは、やっぱり、あのー、増資するときも、税理士とよく相談して、やらないと、あのー、下手すんと後から気がついてみたら、ドガンと増与税が来ち,ちゃったりするんだよね。だから、今もちょうどね、あのー、えー、まあ、新たな、というか、もう、うん昔からあった、ね、えー、まあ、うんおお、お、お父さんのお父さん、 が作った会社ね。で、それを、あの、お子さんが引き継いでるんだけども、で、その時も、あの、じゃあ、とりあえずね、資本金1000万だからさ、もう少し、ね、増資してさ、不動産の資産管理会社にした方がいいよって言った時に、じゃあ、あの、ね、両親と、えー、ね、子供と、あの、孫も一応その中に入れたんだけど、これはちゃんと厳密に計算してね、やりましたよ。そうしないと、 あのー、この、お増資といえども、結構そういう、あの、なんとかな、問題を抱えちゃうことがあるの。なかなか難しいんですよ。うん、だから、あね、えー、資産管理法人、えーまあ、これう、ね、生前に譲渡してもらうとすれば、キャッシュが出ていっちゃうわけだからで、よほどなんとかな、兄弟と揉めるとか、 いう形だったら、いろんな手考えなきゃいけないけども、そうでもなかったら、あの、相続なっちゃった方がいいんじゃないのと思いますよ。で、あとは、逆に今現在でやるとすれば、あその、ね、資産管理法人がどういう、ね、えー、会社かわかんないけど、要するに、えー、ね、その純資産を消すまではいかないけど、株価を下げる。ことは技術的に可能だよね。物件買って借金して。ね えー、消経費費、現金で払っちゃったら、純資産減るよね。っていう段階で、あの、要するに、えー、増資にしてもいいし、えー、あの、買い、買ってもいいわけ。で、これは、やっぱり、親族間の売買なんで、きちっと株価算定しないとダメだから、まあ、そこは、やり方としては、やるんであれば、株価下げて、ね、あのー、た、時の、えー、純資産で、えー、売買するっていうことはいいんじゃないかなと思いますね。あのー、か、 法人はね、いろんんん。ななやり方あるんだよ。うん、でまあ相続対策としてねあのうんまあやり方なんですよ。<laughs> それはこれ川崎いない <laughs>。うん。あのうんあるんですよ。うん。まあそういうねまあいろんな技術があるんだけどもまあやっぱりそういう、まあ、いやどうしたらいいのっていうことだから。 ね、なんとなく皆さんにはそんな感じでやるべきではないのっていう話なんだけど、あの、極めつけでもっとね、やるということであれば、ああ、ね、やり方まだまだありますねってこと。それはもう具体的に、あの、きちっと、あの、精査してみないと分かんない。うん。で、えー、その中でじゃないと、一つ一つの会社がさ、違うんだもん。うん、内容も違うしね。あとこの、ピカピカさんの、いわゆる、 その、まあ、お父さんのいわゆるその戸籍上のね要するに、えー、相続人のことも考えなきゃいけないし、えー、まああ,あとはね、えー、例えばその兄弟で揉める可能性があるんであれば遺言を書いといてもらうとか、まあ、そんなようなことも一応ね えー、事前の処理としてはやれることは可能だと思うんだよね。あ、ぜひね、あの、言うなんかはやっといた方がいいですよ。85歳だったら。うん。で、まして、今ね、自分社長でやってるんだったら、えー、お父さんがね、あの、100%、ああ、ね、あの、うん、いわゆる、えー、出資者で、ね、で、自分が経営者でしょで、経営者で、だって、さあ、あの、株持ってないってのは、 ちょっとリスクだよね。うん。だから、うん、もっと前にね、やるべきことあったと思うんだけどね。まあ、今となってからだからしょうがないけども、うん、あの、ほら、えー、ね、半分以上がさ、その、ね、えー、他人に、とか、他人とか、まあ、兄弟に移っちゃったりね、えー、すると、やっぱ後々問題出てくるからね。らやっぱり、相続発生した時に、まあ、お母さんの、要するに、えー、株の取り分あるよね。 でそれを回してもらうとか、ね、資本政策がちゃんとやっといた方がいいと思いますよ。うん。あの、やれる、やれる時ってあるから。うん。あの、そのやれる時に逃すと、ね、やれなくなっちゃうから。で、これ今ね、まあ、何期やってるか分かんないけども、要するにお父さんはね、85歳ってことは相当前からやってんだろうね。で、その時に、やっぱりさ、あの、やれる手があったと思うんですよ。うん。いろんなことでね。 で、その時にやっとけば、今ねあの、効果が出てきたんだろうけど、まあ今までやってきてないってことであれば、まあ、うん、あんまり急激に動かすのも難しいしね、やるんであればさっき言ったような方法でやるか、もしくは相続で受け取るか。なので、えー、逆に、遺言を書いといてもらうってうのはいいかもしれないね。遺言はね、強制、あの、えっと、ぜひね、厚生証書でやってくださいね。うん。で、遺言に執行者ってのを決めとく。 で、その遺言執行者が、あの、できれば第三者入れた方がいい。うん。あの、そうしないと、後でよくその、遺言をひっくり返されちゃうったことあるから。うん。そこも気をつけてやられたらいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと専門的な話でね、大変恐縮なんだけど。まあ、これで、きっとまたね、再生回数伸びないんだよ、こういう話は <laughs>。<laughs> すげえ参考になって有料級なんだけどさ。あんまり相続に関係ある人少ないからな。うん。ということで、ね。<laughs> ししょうがない、うん、サービスとしてお答えしました <laughs> まあ別にそんなことはね気にする必要はないんだけどさ、まあ、一応またね何かご質問があったらこちらのコメントの方にね遠慮なく入れてください答えられるものは答えられるしますので、えー、ということで、えー、少し参考になったでしょうかそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。